こんにちは。ぴょんちゃんです。レッパンでーす。はい、今回の動画ですよね。はい、私が久しぶりにお父さんのお店に手伝いに行ってみようかと思います。あらら、久しぶりじゃないですか。いやー、2年ぶりかな。そもそもね、あのお店で会食っていうか、そういうのがダメだったんですけど、そうですよね、ちょっとだいぶ緩くなって、まあ一応そのチッキチッキチッと分けてはやるんですけど、今日予約が入ってますのでお手伝いに行くと。行きます。今日行きます。行きます。私は行きません。私は行かなくていいんですか。あなたも行くよ。行く。あなたはカメラマンだからさ。私カメラマン。そうそう。撮影するんですか。そうですよね。ほうほう、久しぶりに私がどういうふうに働いてるかなって感じで、なるほどね、活躍撮ってくれる。あ、いいですよ、ね、今撮影してますね。今日久しぶり。この前見せてもらったあのお寿司屋さん。そうなんだ。あ、お母さんって言ったやつ。ドキドキするわ。私なんか緊張してさ、お母さんに何とか やったらどうする。ひっくり返したりしない。今何やってるんですか。セッティングしてるわ、コロナのせいでさ、自分で撮れるように。ああ、変わっちゃったんですよね。そうですよね。前はなんか、お皿も大皿でみんなで取り分けるみたいなんだけど、そうそう、変わっちゃったんですよね。ウーロン茶が、ウーロン茶があそこにあるし、何がウーロン茶。ウーロン茶、これもウーロン茶。ウーロン茶、ウーロン茶。お、これやっぱが作ったの。はい、才能あるね。ありがとうございます。お仕事お待ちしてます。どうですか。暑いね。暑い。久しぶりにそれ働いてるから緊張すぎてさ、心配だよ。あの、手伝うって言っても前からもさ、そんな毎週毎週とかなくて、そうです、月1回とかだったしね、なんとかまだ時間あるからね。思い出してください。暑いからさ、はい、お客さんこの前にどうしたら涼しくなるかな。嫁にもあげてください。そうするか。お店で働いたことあるんですか。いや、大学生時さ、チキンのお店でも働いた経験もあるし、あのすぐクビになったときに。嘘でしょ。なぜすぐクビになるの。確かすぐクビになったの。あれはお服屋さん。ああ、うん。うわ、すごい、美味しそう。うわぁ、これ赤いです。暑くないかな。暑いでしょ。厨房の中って本当暑いですよ。これは白ネギ、長ネギ。長ネギ、はい、頑張って作りました。ソースです。なんかできてたっぽいです。私バイトの20歳の時、初めてバイトをしたところが大工屋さんだったんですよ。大工屋さんね、うん、はい、で、すぐクビになったんだけど、その時なぜクビになったって言ったら、はい、お母さんがさ、はい、なかなかいなかった。あんま少なかった。でもそれで、社長さんが冗談で、お客さんいないから、門閉じてって言ったんだよ。もうドア閉めちゃって。そうそう、で、私が本当に閉めに行ったんだよ。だから本当に閉めたんだよ。だからもうクビになった。どういうこと。だから冗談でさ、お客さんが来ないから閉めちゃおうかって言って、閉めてて、なんとかして、あなたがバイトだからって、そういう意味でしょ。二十歳だから、そういうセンスもないから、そのまま聞いて、あ、本当に締めた方がいいかなって、本当に締めたんだよ。そしたらクビになった。そう。ひどいじゃないですか。そういうだけじゃなくて、いろんな、本当にお客さんがいないから、そういうこともあるかもしれない。なるほどね。そもそもお客さん来ないから、まあまあ、雇っても仕方ない。チキン屋さんは続いたんですか。そうそう、もちろん。私が、お客さん来る前に、本日のメニューね。はいはい。コースですか、今日は。今日はコースです、はい、コースでございます。どういったものを出すんですか。最初は前菜の盛り合わせ、はい、前菜の盛り合わせのメニューは生ハム、はい、おお、手の動きだ、はい、生ハムと春キャベツのサラダ。春キャベツのサラダはなんか違うかな。春に取れるキャベツなんですか。あとあれと、はい、あれと、また忘れた、ここ忘れた、ここどこだった、兵庫県のところにある島、淡島じゃないの。淡路島。あ、淡路島さんのアイゴ、アイゴ、アイゴ。アイゴじゃない。アイゴは韓国語です。ちょっと。こう、アナ、アナゴ。あ、そう。アナゴのエスカベッシュ。で、モッツァレラチーズのカプリジェ、うん、最初はこんなメニューで。なるほど。すっくりするんだよ。最初ね。そうだよ。で、次のメニューが赤エビのグリル。さっき見たんでしょ。あ、そうです。そう。で、あれを食べたら、はい、あ、もうちょっともっと食べたいなってなるじゃん、うん、そしたら9
サロインの赤ワインソース、うん、牛肉が出るんですよ。牛肉と赤ワインが一番合うじゃん。そうだね。そうで次が、うん、ほうれん草とアンチョビのスパゲッティ、うん、最後にスパゲッティが出るんですか。そうですよね。 お父さんなぜ最後がスパゲッティになってる、うん、このメニューで肉の次がスパゲッティじゃん。で私が思うのが肉が最後かなと思ってたのにスパゲッティが最後なんだよ。でこれは、うん、ここのスタイル、ここのスタイル、トンチショーテのスタイル。パスタ最近食べてお腹が結構いっぱいになってから肉が来たら、うん、なるほどね。そうだね、麺だからね、パスタは調節できるけれども、なるほどね、さすがで、ジェラとマセドニアフルーツ、うんうん、エスプレッソ、最後エスプレッソ、あれで完成。素晴らしいですね。ほら、美味しいんですか。決まってるんじゃん、美味しいって。お客さん来たら、ジャパンどこに行くの。私、どっか遠くで見守ってます、ね、邪魔にならないように。選手しなさい。そうですね、私ちょっとね、力になれないんで、サービスするにはやっぱ女性の方がいいと思います。ひげ面のおじさんがいたら邪魔ね。かっこいいからいいんじゃない。後ろにいますけど、かっこいいじゃん。私ですか。ありがとうございます。お父さんでいいか、一人いれば十分で。いらっしゃいませ。このコークで、このコークでいいんでしょ。お客さん、うん、終わり。いろいろやけど、何か代わりにいた方がいいかな。うん、あんたで姉ちゃんに行ってもらおうかな。静かに、静かに。どうでしたか。疲れた。忙しかった。はい。そっか。ああいう風になんか一人ずつ出すのが初めてだったんだよね。うんうん、やっぱ前より忙しい。そうですよね。どうでしたね。お客さんたち喜んでましたか。そうです。美味しいって言ってました。それが一番ですね。美味しいよね。では今日一日お疲れ様でした。またね、ご予約とかいただければお手伝いしたいと思いますので。それでは。また次の動画で。またねー。